商店未商店。こんにちは。こんにちは。はい、じゃあよかったらお名前どうぞ。はい、栄屋夜の荻野大輔です。どうもーす。54ヌードハニースキタコトメです。はい、商店未商店でございます。はい、お店紹介でございます。こちらはバー。そうです、スイスバーですね、はい、スイスバー。はい、スイスバーのスイスは何ですか。なんかスイス、まあこのマスターがスイスでなんか生活なされてて、はい、あ、そうなんですね。で、まあこちらのお店もスイスのワインとか、はい、あと お料理があるということで、ね、なるほど、はい、スイスバーは珍しいですね。ね、あんまな聞かないですよね。そうですね、うん、はい、はい、こちらは旗の台。そうですね、あの旗の台東口の方の商店街ですね。はい、一応この辺なんか結構飲み屋街で、そうですね、いろんなお店があるんですよ。なんかもうこれ歩いて何十秒というか、あれ駅ですよね。そう、駅が見える、見えてますよね。はい、で線路横ということで。そうですね、はい、では行ってみたいと思います。はい、はい、どうぞ。はい、大丈夫です。バーに入ってまいりました。はい、はい、ここはよく来るんですか。あ、ここはそうですね、はい、マスターともなんか仲良くさせてもらって。あ、本当に、はい、地元の人が集まるバー。あ、いつも賑わってますよね。あ、本当にこうダーツとかもあるんで。そうですね、ダーツあるんですよね、はい、うん、高いですよね、うん、激戦区で。じゃあちょっと そこにちょっとメニューがあるので、ちょっとメニューをちょっとオープンして。スイスのものって何なんでしょうね。もうスイスって言われたら時計ぐらいしか浮かばないんですけど。ハイジじゃないですか。スイスはありますよね。もうチーズフォンデュがありますよ、ね、あと、あ、このワインか、スイスワインとか。はい、大丈夫で、はい、はい、こちらは店主さん、はじめまして、はい、よろしくお願いします。はい、こちらオープンしてどれくらいなんですか。この間6周年になりまして、はい、で今7年目に入りました。なるほど、スイスバー。あ、そうですね、はい、珍しくないですか。そうなんですね、あの私が一応小中スイスにちょっと行ってまして。あ、そうなんですね、はい、子供の頃。そうですね、はい、それで、まあ、バーをやるときに何かテーマっていうので、うん、スイス料理と、まあ、スイスワインをっていう形で。なるほど、スイス料理っていうのはどういうものですね。まあ、こちらにもあるんですけど、ラクレットとかチーズフォンデュとかが、まあ、うちのメイン料理になりますね。はい、このあれですよね、ラクレットってやつはチーズ溶かしてやるやつ。そうですね、よくあのトローってかけるやつ、ね、トローってかけるやつ。あ、はいはい、まあ、ちょっとうちはちょっとそういうスタイルじゃなくて、もうちょっと家庭的なスタイルなんですけど。あ、そうなんですか。はい、家庭的なスタイルはどんなスタイル。割とは、まあ、チーズのホールチーズの半分にした断面を溶かしてトローってやるのが、はいはい、よく知られてるんですけど、さすがにあれだけのチーズって家庭でなかなか、ね、あの使い切れないんで、あのこです、ね、まあ、ちょっと後で機械持ってきますが、はい、あのスライスされたラクレットチーズをあの、まあ、鉄板に溶かして野菜の上に、うん、あのかける感じです、ね。あ、はい、なるほど。ここにオープンしたのは何か理由があるんですか。やっぱなんかたまたま、たまたまです。あ、あの、まあ、家から近いのと。あ、なるほど。でこの辺で、まあ、大岡山だったり、まあ、中野部、大井町、五反田あたりで、まあ、その電車が2本通ってるっていうところを探してた時に、たまたま、まあ、あの物件を見つけて。なるほど、だそうでございます。はい、はい、今でも大変ですよね、コロナでね。そうですね、こんな状態になってますけどね。ほんと。スイスワインって何か特徴はあるんですか。スイスワインは、うん、割と緯度が高いので、うん、赤ワインは割と軽めな感じですね。で、白ワインの方は、まあ、フルーティー、まあ、シャスラーっていうのが有名なブドウの品種なんですけども。シャスラー、はい。はい、こちら。ブリアのシャスラー。はい。辛口なんですけども、フルーティーな感じで、香りがすごいワインですね。うん、なるほど。ビール飲みます、うんうん、夏だし、うん、ビール好きだし。おすすめクラフトビールは、ね、うん、クラフトビールもそんな飲めるもん。クラフトは一応種類、あのここに15種類ぐらいあるんですけど、あのその中で今4つ入れ替わりでやってます。あのお店紹介で今日2店目、ね、なんですけど、はい、さっきのお店もクラフトビール飲んだんですけど。あ、本当ですか。やっぱりクラフトビールは今流行りなんですか。割と流行ってるっぽいですね。じゃあここで対抗してその1軒目に負けないぞっていうところを、うん、こちらは九州クラフト日向夏。あ、美味しそう。日向夏って夏みかんみたいなやつですね。そうですね、はい、でこちらがインドの青い IPA。 やったぜ。で、苦いやつです。へえ。じゃあ、飲みますか。じゃあクラフトビール第2弾いかせていただきます。はい、どうも、はい、乾杯です。はい、カメラに乾杯。スイスでは乾杯なんていうんですか。ツンボーク。その場所によって違いますよ。フランス語とドイツ語とイタリア語。フランスはスイスに住んでた頃は、はい、あの
どういう街の中にあるんですか、それとも本当にあのハイジみたいな世界に。街ですね、あのジュネーブという街に。街だったら全然あのイメージの違う感じです。都会のところですか。まあでもやっぱり、まあ、日本みたいな街では都会ではないですけど、あ、まあ、やっぱ自然は多いめの街ってことですね。あ、やっぱ風景綺麗な感じですか。周りを見れば山は。ああ、やっぱそうなんですね。ジュネーブの方はそうですね、あのジュラ山脈っていう山脈が見えたりとかします。やっぱちょっとスイスは憧れますよね。ちょっと観光とか見に行ってみたいなみたいなのちょっとありますよね。この時点で全然わかんない。そうですね。これ熱くなるトースターオーブンみたいな感じですね、はい、ちゃんとここにスイスのマグが入ってます。そうですね。今実際はコロナのこういうちょっと営業時間短縮で10時までなんで、ちょっとこの間チーズがダメになっちゃったんで、今通常はあの取り扱いしないんですけど、うん、またあの営業が通常に戻ったら普通にやろうと思ってますが、はい、こちらにチーズをですね乗せていただいて、まあ、大体一面ですね、結構あるわ、乗せていただいて、おでこの間に入れていただくと溶けてくるので、それをこうここにかけて食べる。そうですね、はい、溶けるまでまたお時間かかる。この機械は有名なものなんですか、はい、有名というかそのあっちでは普通に家庭に。あ、そうです、割と先ほどおっしゃってましたけど、たこ焼き器のように、ね、割と家庭にあります。溶けてきてますね、溶けてきてます、はい、へー、何チーズこれは。このチーズがもうラクレットチーズっていう。あ、それ専門の。入れちゃおう、これも半分に折って入れちゃいますか。どうですか、このここでお店やってみて、はい、この感想というか。感想、ここで正解でした。いや、なんか分かんないです毎月あの毎月やめようかなと思うこともあります。あ、そうなんですか。大変な時期もある。あら、まあいろいろ結構、まあ、あのあれですよね、地元の人が多い感じの町ですよね。まあでも ありがたいことにお客さんが結構ついてたので、うん、やっていく分にはなんとか、うん、まあ言ったら歩いてくるようなお客さんが多い場所ではありますよね。そうですね、うん、帰り道に寄っていただく。そうですね、フラット仕事帰りって感じ、うん、大体1人2人のお客さんが多いので。なるほど。ちなみにその街の感想みたいなのあります？その今その旗の台を盛り上げようとしてるじゃないですか、はい、盛り上がってるんですか、街としては。盛り上がってきてるんじゃないですかね。成果が出てる。はい、持ってます、はい。でもまあ、実際あの大輔さんに会うまでは、うん、あんまり他のお店とも交流はそんなに、まあもちろん仲いいところはいつかあったんですけど、うん、そんなになかったんですけど、やっぱり交友関係はすごく広がって、うん、でまあ何かイベントやろうっていう、もちろんそれに趣旨でもちろん参加できるできないはありますけど、うん、できるときは参加させていただいたりとか。なるほど。でもこれは野菜は何でもかけるものなんですか。基本スイーツだとじゃがいもですね、うん、じゃがいもなんですけど、まあ、割とあの合う、ここら辺は一応合うなっていう思うもので今やってますけど、うんうん、その都度その都度とか変わる。そうですね、食べるときも、はいはい、基本でもじゃがいもは必ずあります、ね、あ、なるほど。あ、だいぶこう音もしてますね。あ、うまそうっすね。ちょっとこうやってみましょう。はい、これで、はい、まあ、ちょっとこんな感じで、じゃあちょっと行かせていきます。こんな感じでドロドロって。おお、おお、おお、これいきなり食べたら口の中やけど。はい、まあ、そこまでは大丈夫です。意外と結構使ったら多分使いやすい、食べやすいかも。食レポ第2だ。あ、食レポ第2だ。ラクレット、うん、ああ、まそまそ、あ、いいえ、どうだ、どうだ。あ、まそ、うん、この熱々をビールで温かいうちに行くで、またあのこれもかけるだけで、また、あ、そうですね、これが欲しいですね。あ、買ったけど、結構香りは温めると香りがすごい出てくるんですけど、食べるとそんなにあのこってりって感じじゃなくて、意外とあっさりだったですね。
味変わりました、だいぶ味変しました、うん、うん、うまっ、チーズうまいっすね、これこのチーズ美味しいです、うん、ラクレットって胡椒、胡椒で味変って感じで、このスイス推しでございますが、はい、はい、まあ、詳細はホームページがあるんですね。あ、そうですね、ホームページで、はい、一応 Facebook にもつながってる、はい、Facebook インスタにつながってるホームページがありまして、で、そ、あの、はたまたスイスで検索してもらえれば、はい、多分トップに出てくるので、なるほど、はい、ラベインという、そうですね、まあ、営業時間とか営業時間、まあ、いろいろ今変更がありますけど、あ、そうですね、今、通常は、夕方の6時から夜中の2時ですね、うんうん、ですが、今、まあ、ちょっと今どのこのコロナウイルスの感染拡大防止要請に基づいて、ね、今10時、あの6時から10時という形でやらせていただきます、はい、まあ、詳しくはその辺もホームページ、そうですね、はい、はい、そうですね、旗の台スイスで検索で出てくるっていう、そうですね、もともとウェブに探してもともとウェブ制作やってたんで、あ、そうなんですね、はい、あの、今でもたまに作ってるんですけど、あの、それ、まあ、それ自分で作ったサイトなんで、了解しました、というわけで、そのホームページを見てもらって来てくださいということで、旗の台スイスで、はい、わかりました。さあ、というわけで、あの、こちらもその音楽仲間というか、はい、そうですね、ミュージシャンでもあるので、はい、うちのギターっすよ、はい勝手にこれで今はちょっとライブやってくれるということで、ライブも流しましょうかね、はい、ちなみにそのライブをよくやるんですか。いや、あんまりほぼやらない、やらないです、あの、まあ、なんか、でも、ギターがこう置いてあるっていうのはあるんですね。お客さんがいて、なんか僕一回ね、イベントやらさせてもらったんですよね。たまに、まあ、年に1回やるかやらないかぐらいですけど、あとは、まあ、お客さんがいて、僕の気分が乗ってくるあれ弾いてくれみたいな時があった時にたまに弾いてます。わかりました。じゃあちょっとライブもやってみたいと思います、ね、いや、はい、よろしくお願いします。